きます。こちらがラウンドポーチ付きミニショルダーバッグ、品番が B-1467 です。お色が私が持っているのがオフホワイト、そしてこちらがブラック、そしてこちらがオレンジ、そしてもう一色ね、グリーンっていう色があります。はい、こんな感じでグリーンがあります。なので4色展開となっております。お値段いきます。じゃじゃん、1990円、イエーイ。はい、こちらが、2月の9日水曜日朝11時59分まで送料無料の特別価格となっております。はい、ではポイント説明していきたいと思います。はい、私が今使っている方がこれね、わかりやすいかな、このカバンなんですけど、ショルダーバッグプラスここにねポーチついてます。ミニポーチ、今年ね多分ミニポーチ流行ってると思うんですけど、このカバンに1個ついてる、3つついてるとかすごい流行ってると思うんですけど、これもポーチがついておりますので、ここにアクセサリーやったりとかちょっとした鍵とか入れていただけますので、本当に使いやすいアイテムかなと思います。でこれねこんなに開きます。なのでどこ行ったみたいな、こう手入れてとかしなくていいので、これは本当におすすめのアイテムです。はい、でポケットは外こんな広いポケットがついていて、中もねなんとここにねカード入れがあります。ちょっとわかるかな、中ブラックだから見にくいですよね。ここにねカードが2枚刺さります。はい、でインナーチャックはないんですけど、外側にポケットあるのと中にカード入れが2個あります。はい、でコーデに合わせるとこんな感じです。はい、こんな感じなので、でなんとね嬉しいことにポケットここにあるんですけど、ここにチャックついてるんですよ。ショルダーバッグってあんまりね、プチプラのものってここチャックついてなかったりするんですけど、これチャックついてるので本当に安全です、安全ですとか。でチャックついてるカバンがすごい好きで、私はなので私的にはすごいおすすめのアイテムです。はい、でどれぐらい入るかちょっとやっていきたいと思うので、用意していきますね。よいしょ、なんかいっぱい入るかな、そんなことないかな。はい、じゃあどれぐらい入るかやっていきたいと思います。まずお財布、はい、お財布、あ、ちょっと私の財布大きいんですよねパンパンやから、あ、でも入りました。はい、こんな感じです。はい、で消毒、あ、リップとかの方が良かったですね、ごめんなさい、リップにします。リップ入りました。で消毒も入ります。はい、こんな感じで必需品は入りました。でこのポケットにエアポッツを入れよう。エアポッツ、あ、入りました。お、入った、結構入りました、パンパンです。うん、ぐーちゃんバッグいつも防犯性重視してたそう、防犯性重視してます。でこんな感じで結構入ります。であのウェットティッシュとかもね入ると思うので、私ちょっとお財布が大きめなので入らなかったですけど、入ると思うので、これはちっちゃい割に結構入るアイテムかなと思います。はい、こんな感じです。うん、で結構ねカラーの、ね、バッグっても今年流行ってると思うんですけど、このオレンジのカバンがすごい私的には珍しいなと思いました。真っ赤っかではなくて、この朱色っぽい感じのオレンジ、わかります？あ、このコーデにもすごい合いますね。こういうなんかブラウン合わせた時ってブラックかアイボリーかしか合わせないと思うんですけど、このレッド、オレンジはちょっとねくすみがかってるプラス、そんなに真っ赤っかではなくてオレンジなので、ちょっと合わせやすいです。こういうアイテムとも合わせやすいのがちょっと落ち着いた雰囲気にもなりますし、おすすめです。で調節できますかってコメントいただいてたんですけれど、これは調節はねここでの調節とかアジャスターがついてるとかではなくて、ここにねくくりが、くくりっていうのかな結び目がありますので、短くしたければここをちょっとくくっていただければなと思います。こんな感じでくくっていただければここで止まりますという感じの仕様になっております。はい、うん、そう、これはねオレン、まあ、ザ・オレンジというよりかは朱色っぽい感じの色味です。
一応ね名前はオレンジになっておりますが、そんなに派手なオレンジではなく、ちょっと赤みがかっている朱色っぽいオレンジです。はい、あ、コインケースに目薬入りますか。ちょっとやってみましょう。目薬、あ、私の目薬さ、ちょっと大きめの目薬なんですけど、あ、入りました、入ります、うん、目薬入りました。エアポッツも目薬も入るので、リップはさすがにちょっとね無理な気がする。リップ、あ、入った全然余裕で入りました。なんで、あの、よくあるリップの形は入るかなと思います。はい、こんな感じでした。大丈夫そうですかね、カバンは。あ、丸いポーチは取り外し可能ですかといただいてるんですが、取り外し可能です。ここにねフックがあります。わかります、ちょっとね、ここ押さえてあげると、あ、こんな感じ、あ、そう、こんなさ、こんな感じで、こっからピュッて紐を通して外すことできます。なのでこれをなんか違うさ、こういうカバンとか違うカバンにつけても可愛いですし、なんか私さ、今日の私物なんですけど、この私物のカバンとかのこれに鍵とかいつも入れといて、これだけ持ち歩く、運ぶみたいな、あ、いいじゃん、あ、ちょっと色があれやけど、でもなんかブラックとかやったらこっちにもつけれちゃうので、こんな感じで私物のバッグとつけていただくことも可能です。はい、こんな感じで大丈夫そうですかね、うん、はい、ちょっと待ってくださいね、取れなくなっちゃった、あ、出た、はい、こんな感じです。で、前のポケットにスマホ入りますよねっていただいてるんですが、スマホ入ります、入りました、こんな感じで入ります。うん、こんな感じで大丈夫ですかね、うん、じゃあちょっと着回しして、あのカバンとかもちょっと一緒に着回しして、で最後に着回ししながらおしゃべりコーナーしていきたいと思います。何かこれ着てほしいなみたいなアイテムがあったらどしどし言ってください。はい、